一気打ち一騎打ちとは、戦争状態にある戦場において、選手同士が一対一を原則として、決着をつける、戦闘手法である。一騎打ちとも表記される。決闘とも類似の面があるが、決闘には、戦場で行うことを前提とはしない指導も含まれる。ため必ずしも同意ではない。また、一対一の戦いは、気上の場合以外にも、起こりうるので、気上の状態であることを条件とはしない。 一気打ちが発生する条件としては二つが考えられる。一つは、乱戦の中で偶然に一対一の状況が作り出された場合。もう一つは、戦場で示し合わせて一対一で戦う場合である。前者は、川中島の戦いにおける、武田信玄と、上杉謙信の一気打ち。後者は、今弱物語集に見える、源宛と平良文の一気打ちが有名である。日本では、 平安時代後期から鎌倉期にかけての武士の戦いが、記者による一気打ちを主体としていたと考えられていた。だが、平家物語など主要な軍記物語を精査した。結果、現在ではそうした例がむしろ少数であることが明らかになっている。近代に入ると大規模な兵力動員や集団戦術の採用、戦闘集団の組織化が進んだため一気打ちは廃れた。しかし、一気打ちは、 偶発的なものにせよ、示し合わせたものにせよ条件が整えば起こり得るものであり、平安時代後期から戦国時代にかけて多くの一気打ちが行われた。現在では本来の意味から派生して選挙やスポーツにおいて1対1の個人や集団で勝敗を競う場合に一気打ちと表現されることがある。また実力が白中する、者同士が張り合うことも、 一騎打ちと表現される。理想的な状況では、戦闘員の消耗は、味方の人数と敵の人数の一時式になるとされる。日本各地で、誘導士の小競り合いが行われるようになった、弥生時代から、大和王権が確立。発展した奈良時代までの戦争は、不評主体の集団戦闘であり一騎打ちという、概念は発達しなかった。大和王権と争った。 映像も、軽装の騎馬部隊による汽車を主体としていた。平安時代に入ると、国内外の軍事的緊張は緩和したことから、朝廷が直接持つ軍事力は縮小されていき、代わって各地に血縁的、遅延的なつながりを持つ原生、平ら富士生などに代表される大小の武士団が台頭した。武士団は指揮官である武士に、気上の家の子や老頭、 土歩の老頭や重卒が付き従うという構成だった。土歩の重卒などは、専業の兵士とは限らず、戦闘能力も低かったが、主要戦闘員である武士は、日常的に馬術、休術さらに記者の訓練を行い、名誉を重んじた。戦闘時には、敵の指揮官である武士を撃ち取ることで、敵の指揮を喪失、命令系統を混乱させ、統制、また、戦闘の決着がついた。 最終段階において敵の指揮官を打ち取ることで勝利を決定づけることができるため合戦手法として一騎打ちが誕生したと言われている。一騎打ちという言葉は原平合戦から生まれたとされる。身分の低い者同士が戦う場合、また一対一で戦う場合でも両者の身分や実力に明白な差がある場合は一騎打ちとは呼ばれない。一騎打ちの言葉が生じた。 原平合戦においては、くらいの高い武士同士の一対一での戦いのみを、一騎打ち、と呼称していた。旧約聖書のサムエル記には、ペリシテ人の巨人兵士ゴリアテが、イスラエル兵を挑発し一騎打ちを要求するが、ゴリアテに恐れをなし受け入れる者がいなかった。そこを通りかかったダビデが申し出を受け入れ投石で、打ち倒すと、ペリシテ最強の兵士が倒れたことで、軍は動揺し遁走。 勢いづいたイスラエル兵はそのまま追撃して勝利したという記述がある。古代ローマでは神話的建国者ロームルスがカエニナ人の王アクロンを一騎打ちで破り、その鎧を主神ユーピテルに捧げたという伝説に倣って敵の将軍を1対1で倒した将軍にはスポリアオピーマという最高の栄誉、勲章が与えられる慣例になっていた。ロームルスの後に公式にこの栄誉を受けたのは たったの二人で、紀元前5世紀に、ウェイオーラルストルムニュースを破ったアウルスコルネリウス、コススと、紀元前222年に、ガリア人のガイサティ族の王、ブリトマルトゥスを破った、ローマの剣マルクス・クラウニュース・マルケルスである。コススは半ば伝説的人物であるので、歴史的に実在が確実なのは、マルケルスただ一人ということになる。なお、戦争当時、 ローマ軍の最高指揮官ではなかったために公式な栄誉は受けられなかったが、紀元前29年にマルクスリキニュースクラッススも、スキタイ人の一派バスタルナエ族の王、デルドを一騎打ちで倒している。バドルの戦いの騎兵中東での戦争は槍を、装備した騎士による一騎打ちから開始されるのが伝統とされた。強力なアラブ騎兵の突撃は脅威であり、対抗するには、 騎兵が一騎打ちに応じるか、弓部隊による攻撃しかなかった。624年のバドルの戦いにおいて、ムハンマド率いるイスラム軍は、騎兵の一騎打ちにより、メッカ軍の名だたる武将を倒し、騎兵に続いていた、不評部隊が動揺している暇に弓部隊で、遠距離から攻撃、残存兵力を、不評の突撃で壊滅させるという戦法で勝利を収め、 アラブ地域に名声を轟かせた。しかし一騎打ちは危険性が高いと判断した。ムハンマドはこれ以降、少ない被害で確実な戦果を上げる。弓部隊を重視し支持軍の一騎打ちを禁止したが、伝統的な戦いに関わる騎士たちからは反対意見があり、従わない者も,もいた。625年のウフドの戦いにおいて、ウフド山に婦人したイスラム軍は、弓部隊による攻撃で、 メッカ軍騎兵の突撃を防ぎ戦いを優位に進めていたが、弓部隊が改装する不評を追撃したことでできた、隙を騎兵に疲れ本陣での一気打ちに発展。ムハンマドが混乱の中負傷したことで、イスラム軍に動揺が広がり、最終的に敗退した627年の半額の戦いにおいて、ムハンマドは、騎兵の攻撃を教訓にして一気打ちを改めて禁止。 騎兵の突撃を防ぐため、ペルシャ人の技術者、サルマーン・アルファーリスイに命じて、本人のあるメディナの周囲に残壕を掘らせ、徹底した防衛線を敷くことにより、メッカ軍の攻撃に備えた。当時の中東には、工場戦という概念はなく、本格的な残壕戦もこの戦いが、世界初とされるなど、対処に苦慮したメッカ軍は大規模な攻撃ができず、 突破口を探して砂漠に野営し続けた。その後メッカ軍のキシアムルは残壕の幅が狭くなっている箇所を発見し、数名の従者と共に残壕内に飛び込んだが、ムハンマドの養子であるアリー・イブン・アビー・ダー・リブとの一騎打ちに破れてしまった。この敗北が本体に伝わるとメッカ軍の士気は低下し、砂漠で長期間野営を強いられたことで消耗していたことも重なり、メッカ軍は メディナ攻略を諦めて撤退した。このように騎士による一騎打ちは、精神的な側面が大きく、弓騎兵であるマムルークの登場で、弓が戦いの中心になると、一騎打ちは行われなくなった。伝説や三国支援儀などの物語では一騎打ちが描かれるが、古代中国では、複数人が乗り込んだ戦車による戦車戦、不評部隊による戦闘、 騎馬隊の記者など集団戦が一般的であり、史実ではないことが多い。しかし一騎打ちが行われた例もある。有名なのは、大史寺と孫作、旅費と隠し、馬長と炎孝が史実の一騎打ちとされている。戦国期に、越後国の上杉謙信と海の国の武田信玄は、信濃国北部の領有をめぐり川中島の戦いを繰り広げているが、近世初頭に原本が成立した。 紅葉軍艦や北越軍団などの軍学書によれば、第四次川中島の戦いにおいては、信玄、謙信が一騎打ちを繰り広げたという、第四次川中島の戦いの実態については、残存文書が少なく、一騎打ちが実際に行われたかは不明。公用軍艦によれば、白手拭いで頭を包み、萌え木の道片木の姿で、月毛の馬に乗った武者が、 将棋の信玄に三立ち切りつけ、信玄は将棋から立ち上がるとこれを軍配で受け止め、五中関東、玄王隅守るがやりで馬を突き、騎馬武者は走り去った。後にこの騎馬武者が上杉謙信であると判明し、信玄の軍配には八立ちの傷があったという。一方、上杉側の北越太平記では、信玄と謙信の一騎打ちは、御ン川において行われ、両者は立ちを交え、 信玄が手に傷を負い退いたとしている。また、異説として信玄は、軍配で立ちを受けたとする説を記す。さらに、北越太平記では大創上、天界の目撃談も記している。信玄、謙信の一騎打ちは、文学や浄瑠璃などにおいても好んで描かれ、浮世絵の画題にもなった。ありがとうございます。